ははいこんにちはポップですエフェクトチャンネル2月20月日日土曜日今回は週末スペシャルということでゴールド相場金相場について解説をしていきます週に一度の解説となりますので短期的な目線だけではなく中長期的なスイングトレードにも使えるような解説としていきますのでよろしければ最後までご視聴ください まず、ね、こちらゴールド相場の冷やしチャートをご覧いただいておりますが詳細は、ね、後から説明しますが今は、ね、直近の安値付近を更新しているということで、ね、1750ドルを目指して下落トレンド真っただ中という状況でございますまずは、ね、1週間の振り返りをしていきますので1時間足のチャートをご覧ください はい、えー、こちら、えー、ゴールドの1時間足のチャートとなっておりまして、えー、縦のね、この白い点線が1日ごとの区切りというところになっておりまして、えー、今週のスタート、月曜日の時点ではね、えー、およそ1820ドル付近からスタートしたというところでございます。 週の初めのねこの月曜日から火曜日にかけては一旦は1815ドルぐらいですね、ここのサポートを受けてなんとか値を保っていたんですが明確にね火曜日の欧州時間からガツンとね下げてしまった後と。 一旦はね、1800ドルという明確な節目でね、サポートを受けることができたんですが、その後ね、すぐさま割り込んでしまいますと、下がってきた移動平均線にレジスタンスを食らってね、一時1750ドル付近まで下がってきたという状況でございます。少しね、週末のところ、一旦移動平均線を越えて終わることができたんですが、 ただ、この1800ドルという、ねえー、節目を回復することもできず、移動平均線も、ね、右肩が下がりこそ収まりましたが、まだ、ね、明確に上抜ける、えー、右肩上がりになることはできず、弱気目線が続くという状況で、えー、ございます。えー、なんで、ね、今回のレンジをブレイクして下落方向に進んだかと言いますと、 今まではね、ゴールドはドル円、ベイドルとね、逆相関の動きをしますよというお話をしておりましたが、今回はね、ベイドルも相応に週末で、ね、下げておりますので、そのあたりの相関はあまり関係がなかったというところでございまして、今回ね、一言で言えば、長期金利との逆相関でね、下げてしまったという形になろうかと思います。ちょっとね、長期金利見ていただきますと、 こちらねいつもの世界の株価のサイトをご覧いただいておりますが、アメリカの10年国債利回り、先週末はですね、大体1.2%前後をうろうろしていたんですが、こちら1.34%まで上がってきたというところがね、今回のゴールドを下げる要因になったというところでございます。それはね、なぜかと言いますと、アメリカの国債、10年国債利回りも、 えー、そしてゴールドもですね、えー、アメリカの国債とゴールドといえば安全資産として、えー、買われるケースが多いものでございますが同じ安全資産でもゴールドは金利がつかない。 ただ、アメリカの国債に関しては金利がつくというところがございますので10年国債の、ね、利回りがどんどん上がっていきますとゴールドでも金利がつかないのであればじゃあもう少し、ね、安全資産の国債の方にポジションを移そうという気持ちが出てきますのでやっぱり、ね、長期金利が上がってくれば上がってくるほどゴールドから資金が逃げて国債の方に回ってしまうという形になろうかと思います。 例えばね、長期金利が0.5とか1%とかね、低い水準であれば、まあ、ゴールドを持ってもいいかなという形になろうかと思いますが、ただね、そこそこ金利利回りがつくという形になりますと、これが2%、3%になりますとね、いやいや、ゴールドを持っても金利がつかないんであれば、それだったら国債買おうかな、どうせ安全資産だしという形でね、えー、心理の方が変わってきますので、この長期金利が上がってくることによって、ゴールドから資金が抜け始めているというところがね、 今回言えるところででございますすよってですね今後もこの10年国債利回り、アメリカの長期金利が上がってきますと、ゴールドの方は下げる要因となろうかと思いますので、長期金利を見ながら、今後はね、ゴールドも見ていきたいというところでございます。それではね、引き続き、下落トレンドということでございますが、4時間足を使ってトレードポイントを見ていきたいと思います。 はい、えー、こちら4時間足ね、ご覧いただきますと、えー、少し前までですね、1ヶ月前ぐらいまでは、えー、1850ドルというね、ちょっと太めのサインを、あの、えー、サインと言いますか、えー、線をね、ラインを引かせていただいておりますが、ここを挟みながらの攻防がね、えー、久しく続いていたというところでございます。 そして2週間前にですね、一旦1800ドルを割り込んで、反発するものの、今までね、えー、挟んでいた出来高が多かった1850ドルですね、このあたりでレジスタンスを食らって、下方向、そして移動平均線を割り込んでしまった後に、反発しても移動平均線。 反発しても移動平均線付近でしっかりとレジスタンスを食らい始めていますので、そうこうしているうちに、ね、移動平均線が右下下がり、そして今回、ね、この移動平均線24も1800ドルを割り込んできたということで、ね、こちらのところ、今、ね、ちょうど移動平均線と陽線が戦っているというところでございますが、こちらの移動平均線に頭を押さえつけられて、もう一段階、ね、下に下げてもおかしくないかなという状況でございます。 まあ仮に、ね、アメリカの長期金利がまた、ね、1.2%を割り込むように低下した場合はゴールドの反発もありえるんですが。 このままねじりじり今1.34%あります長期金利の方が1.35とかね1.40上がっていけばもう少しゴールドは下方向テクニカル的にも移動平均線に押されて下方向になろうかという状況でございますのでちょっとねこのあたりテクニカル的にも長期金利の上昇傾向にもですねゴールドのロングは少し難しいかなというところが言えると思います。 よってですね、今回は4時間足ベースで、この要線が移動平均線の下側で陰線に切り替わった場合、ここはね、しっかりとショートを組みながら1850ドルは1回ね、つけるんじゃないかというところでございますので、まあ、しっかりね、そのあたりで利益確定できるような準備をしておくというところが大事だろうかと思います。そして最後にね、冷やしチャートをご覧いただきますと、こちらの方ですね、今直近 と言いますか前回のね11月から12月にかけての安値付近のところまでね下がってきているというところでございますがまあ中長期的に見ますと過去のね動画でもお話ししておりますがだいたい1750ドルから上は1950ドルですねこのあたりの大きなレンジというところを想定しておりましてまあその中央がね1850ドルということでプラスマイナス100ドルずつの動くんじゃないかというところでございます まあ多少の、ね、オーバーシュートはあって、1750ドルを割り込む場面もあるかもしれませんが、ただね、すぐさま、えー、1750ドルを割り込んで、えー、今後もね、下落トレンドを続いていくかと言いますと、ただ、ジャブジャブしている米、えー、ドルですね、えー、アメリカの金融緩和によって、ゴールドに資金が流れてくるというのもね、えー、やっぱり出てくると思いますので、そういった意味ではね、今回から下落トレンドに、えー、もっとね、進んでいくかといえば、またね、1750ドル付近でサポートが入って、 1850を、ね、すぐ超えるかは分かりませんが、一旦元に戻ってくることを想定しておりますので、まあ、短期的には下目線ですが、1回1750からまあオーバーシュートも含めて、ね、1700ドルぐらいまで下げて反発したときには1850ぐらいまでの反発は、ね、あり得るかもしれませんので、そういったところを意識していただければと思います。そして今回、ね、なぜ下落トレンドに入らないかという、ね、ところに関しては、過去の動画でもお話ししてますが、 こちらね、長い目線の突き足をご覧いただきますと、まだまだレンジ相場が続くという根拠に関しては、前回のね、高値、2011年のところでございますが、一回ね、高値をつけてからレンジ相場がね、だいたい1年半ぐらいね、続いていました。 で今回もね、えー、去年の8月に1回、ねえー、2000ドル、2070ドルぐらいまで、ね、上がった場面がありますが、まあ、そこからねまだ半年ぐらいしか経っていないというところでねここで一気に下落トレンドに近づいていくというところよりもですね、えー、1850を中心としましたプラスマイナス100ドルあたりをうろうろするというのがね、まあえー、今年の上半期か、えー、下半期、まあ、遅くともね、えー、今年いっぱいという形になろうかと思いますけどそういったのが、えー、続いておきまして からまあ移動平均線が上がってきますので移動平均線とタッチしてからまたねえ下落するというところをね想定しておりますのでまあ過去のところからねえまた見るというところであればもう少しねえレンジの方が続くんじゃないかしかし短期的には下目線で見ておいてえまた中長期的には一旦は1850ドル付近には戻るケースはありますよというのがねえ私の見立てでございますのでえこちらもね合わせて参考にしていただきながら皆さんのえポジションをね取る際の時間軸を明確 にしてですね、まあ、デートレートでいくのかスイングでいくのか中長期でいくのか、えー、そういったところに合わせて、えー、1時間足と4時間足そして日足の方を使い分けていただければと思いますので参考にしていただければと思います。 はいえー、以上でね、えー、今回のゴールド相場の解説を、えー、終わりたいと思いますが、えー、今回ね、新たに、えー、長期金利に注目しましょうというところがね、えー、こういった動画では、えー、お話をしましたので、ぜひね、えー、皆さんもゴールドをトレ,ードトレードするんであれば、今まではね、ドル円相場見ていただ,見てい,ただいてたと思いますが、えー、こちらの長期金利の動向ですね、長期金利が上がってくるとゴールドが下げやすくなる、えー、上昇に圧力がかかるというところでございますのでね、えー、このあたり、えー、しっかりと見ていただくというところをね、 覚えていいいただければと思いまますすのでよろししくお願いしますそれでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また来週もですね、通常の、ね、YouTube の解説、動画解説は平日ね、夕方からやっていきますし、夜には21時から YouTube ライブということで、リアルタイムでね、皆さんのご質問に答えることもやっていきますので、よろしくお願いいたします。それでは1週間お仕事、トレードお疲れ様でございました。また来週もトレード、お仕事頑張っていきましょう。バイバイ。